ドン・プーレンはアメリカのジャズピアニストにしてオルガン奏者。プーレンは彼のキャリアを通して驚くほど個性的なスタイルを開発した。ブルースからビバップ、モダンジャズ、フリージャズの曲を作曲、演奏。彼の多種多様な作品はカテゴライズしにくい性質のものである。プーレンは1941年12月25日にバージニア州ロアノークの音楽一家に生まれ。 幼い頃からピアノを学んだ。彼は地元の教会で聖歌隊と共演し、彼のいとこでジャズピアニストだったクライド・ファッツ・ライトの影響を受けた。彼はクラシックピアノのレッスンを受け、ジャズは少しだけ知っていた。この頃は主に教会を音楽とブルースに興味を持っていた。プーレーンはロアノークを去り、ジョンソン・シー・スミス大学で医学の勉強をするため、 ノースカロライナ州に行ったが、すぐに自分の転職は音楽であると気づいた。地元のミュージシャンと一緒に演奏し、主要なジャズミュージシャンや作曲家のアルバムに初めて抜擢された後、彼は医学研究を断念した。オーネット・コールマンやエリック・ドルフィーのように演奏しようと思い、音楽のキャリアを始めた。1960年代や1970年代、彼はクラブやバーに、 自身のオルガントリオで出演し、アレンジャーとしてレコード会社で、アーサー・プライソック、アイリーン・リード、ルース・ブラウン、ジミー・ラッシング、ニーナ・ナシモンなどの伴奏を担当。1972年にアートブレイキーのジャズ・メッセンジャーズに参加。1973年に、チャールズ・ミンガスのブリーフオーディションを受け、彼は、ミンガスグループ内のピアノの椅子を引き継ぎ、1975年まで、 共演した。ジョージ・アダムス・アート・アンサンブル・オブ・シカゴ・ハミエット、ブルイエット・ロイ・ブルックス・ジェーン・バネット・ビーバー・ハリス・360度音楽、経験集団、ビリー・ハート・ジュゼッピ、ローガン・セシル・マク・ビー・マルチェロ・メリス・チャールズ・ミンガス・ミンガス、ダイナスティ・デビット・マレー・サニー・マレー・メイシオ・パーカー・イーボ、ペレル・マン・サム・リバース・ルーツ・ジョン・スコフィールド、ジャック・ウォルラス・チャールズ・ウィリアムス。ありがとうございます。